い、ここここ。目の前にあるパンフレットの中から話しかけているよ。皆さん、こんにちは。心を育む当麻町へようこそ。私はナビゲーターの心、よろしくね。今日は私たちの住む当麻町の魅力を紹介します。北海道上川郡旭川市の東に隣接する当麻町は人口およそ6700人の町です。大雪山の伏流水に恵まれた豊かな大地は、真っ黒なデンスケスイカや北海道でも有数の米どころとして知られています。さらに当麻町が力を注いでいるのが、子どもたちの心を育む教育です。食育や木育、花育を通して命の輝きに触れ、この町に生まれた誇りと情緒豊かな心を育てます。それではここで私と一緒に当麻町の魅力を伝える友達を紹介するね。やっほー、僕の名前はクータン。食べることが大好きなんだ。当麻町はお米やデンスケスイカ、トマトにキュウリなど美味しい食べ物がいっぱい。食育のことなら僕に聞いてね。はい、私の名前はハナ、よろしくね。当麻町はバラや菊などお花の産地としても知られているのよ。たくさんのお花に囲まれて遊ぶのが大好き。花育のことなら私に任せて。僕の名前はもっくん。当麻町は豊かな自然にあふれているよ。風に揺れる葉っぱの音や鳥のさえずりを聞くと、とても優しい気持ちになるんだ。僕でよかったら木育について教えるよ。それでは心を育む町、当麻町の魅力をご紹介します。命の尊さを知る食育。風に揺れる黄金色の稲穂、もう間もなく収穫を迎えます。実はこの稲、当麻町の子どもたちが自分たちの手で植えたものなんです。当麻町が所有する総面積 1.9 ヘクタールの田んぼ、ここが食育の舞台の一つ、田んぼの学校です。クータ君、みんな何をしているの？ビニールハウスの中でお米の苗が育つ様子を見学しているんだよ。毎日食べているお米がどうやってできているのかを学ぶんだ。お茶碗一杯3000粒のお米を作るための種もみっていうのは、だいたい5、6粒の種もみからできています。この丸い穴が2つ分、1つが1株になります。それが2株ぐらいでお茶碗一杯のお米が取れるので、だいたい5、6粒。この中のハウスにはポットっていう種をまく箱が778枚入っています。触っていいけど、つまんだりしないでね。待ちに待った田植えの日、当麻町内の子どもたちが集まり、一本一本手作業で植えていきます。すごい、みんな頑張っているね。泥に足を取られて転んじゃう子もいるんだ。腰も痛いし大変な作業だよ。なんだかお腹が空いてきちゃった。もうクータ君ったら、しっかり観察も忘れないでね。ほら見てみて、私たちが植えた苗しっかり成長しているね。お米がどうやって育つのかを学ぶんだ。それに田んぼにはカエルなどの生き物がたくさん。自然にあふれた環境で育っているんだ。あー、早く食べたい。もうクータ
ばっかりなんだから。このようにトーマの子供たちは普段食べているお米がどうやって育つのか、また生産者の苦労を身をもって学ぶのです。トーマ町の特産はお米だけではありません。真っ黒に光るデンスケスイカは全国に誇るブランドです。トーマ町の子どもたちはデンスケスイカの栽培も体験しています。デンスケスイカ、とっても甘くて美味しいんだ。大きくて黒く光っているのも特徴よね。ココロちゃん、東京のデパートでいくらで売っているか知ってる？いくらぐらいかしら。なんと一玉1万円を超えることもあるんだよ。すごい、全国にファンがいるんだね。デンスケスイカの他にも東間町には優れた農産物が数多くあります。道内でトップクラスの生産量と販売額を誇るキュウリ、また太陽の光をいっぱい受けて真っ赤に育ったトマトなど、東間農協を中心に全道全国へと出荷されています。植えた時と同じように自分たちの手で一株ずつ刈っていくんだよ。すごく楽しいです。なんか大変だけど楽しいです。とても辛かった。田植えしたやつがなんかできて嬉しい感じだったところで、難しかったところはですね、鎌をやっぱ使うのにはやっぱすぐには慣れなくて、そこが苦戦したところと、で楽しかったところはやっぱでもそれでも鎌をやっぱり使ってちゃんと稲を刈ることによって達成感というものを得られるのがすごく嬉しいなと思いました。収穫したお米はどうするの？お米は全部学校給食で食べるのさ。みんな美味しそうに頬張っているでしょ。自分たちで育てたお米の味は格別だね。もっちりしててすごく美味しかったね。美味しいです。もっちもっちした。子どもたちは農作業を通じて太陽や土、水など自然の恵みを受けて生きていることを知ります。人も自然の一部。いただきますの意味を田んぼの学校の体験から学びます。美味しい食べ物に囲まれて幸せだよ。自由に遊べる場所もたくさんあるしね。自然も豊かで楽しいな。皆さんも心を育む当麻町に遊びに来てね。待ってます。